どうもおはようございます。8月25日、えー、朝6時の相場解説になります。今回も FX オリガルヒと速可塾の限定動画共通の解説になります。まだデイリーを見ていただいてるんですけども、デイリーは 前々からお話ししている通り、緩やかに上昇していって、そして大きく上に行って、利覚が入ることによって、ちょっとね、横ばいになっていくよって形でございます。で、今後どうなるかっていうと、基本的にはここを目指して140円向かって、この頭を突き破るということがね、一つのテーマになってきます。ここで大きな、あ、すいません。大きな三角形が見て取れるんじゃないかなと思いますよね。 まあ大体相場の動きっていうのはこういうふうな三角形を形作ることが大きくてその三角形を抜いた後っていうのはまた新しいフェーズに入るんですよね例えばって言えばこういうところですよこれも同じようなロジックで動いてますけどもこうなった後抜けたのは新しいフェーズに入って、えー、一直線を描いた後ここにまた新しい三角形作ってますよねでこういったのが起きるのがまあいわゆる押し目ってやつですね押し目ここも三角形ができてますよね こういうふうな三角形をスポンスポンと見つけていって、えー、抜けたらね初心者の方はここからトライしていくと中級者になっていくと大体こういうところで入れるようになると思います根っこから入れるのは上級者とかリスクが取れる方とか資金が十分ある方なんで根っこから入ることをあんまり意識しないでくださいね私は案外ね根っこで入るんですよ根っこで入って最初の頃はちょくちょくとロスカットを食らうんですけどもでもしつ,こくしつこくしつこくバイの方に 再エントリーしていって結局トータルで取っていくって感じです。で取り始めたら中級者の方とか初心者の方が入るところでは追撃を入れてますからね。だから一つの値動き、えー、例えばここならここの値動き、ここならここの値動きで多分他の人の数倍のポジションを取って数倍の利益を上げてるんですよ。しかもロットが最初から1とか3とかでいってますんで金額的にはそこででかいんですよね。で、 えもう一つ裏を返す場ではないんですけどもポジション取るところってそんなないですからねポジション取ってロスカットポジション取ってロスカットポジション取ってロスカットっていうのを繰り返して根っこから入るとねでポジション取ってロスカットを食らわなくなってきたから今度はロスカットの代わりに追撃入れてるわけですよでこれが稼ぎの仕組みですけどもこれはまだまだ先でやっていくことだと思いますので今のところは解説を 細かくしないでおきますあの講義の方には入れておこうと思いますけども今のところリアルタイムチャートではあのー、どちらかというとね初心者とか中級者の方向けにお話していきますうんじゃあ4時間の方行きましょう熱が入っちゃった <laughs> えーっと4時間なんですけどもここ分かりますここね戻ってきたでしょ元の水準にもう細かいことはもう言いませんこういうふうになってまあ材料はねあってこういうふうになりましたけども 結局ここの水準戻っっててきたってことなんですよで下がった分だけ結局戻る半年戻しを経て結局前年戻しになるうんでこちらの方で一瞬絡んでで利額が強めに入れば落ちるんですけども結局はあの円安傾向っていうものは長期で見ると変わりませんから何度も言いますけども介入でもない限り変わりませんからねただここに来てねどうもねアメリカをはじめ世界中でまたね金利の上昇とか 景気交代に合わせた、なんかね、それぞれの方針とか政策が打ち出されるみたいなんですよ。で、昨日なんですけども、岸田総理が、ちょっとあれですよね、財務省のコテコテの緊縮かと思ったら、なんかね、財政出動をかなりするみたいで、予算を110兆円規模で組んでみたりとか、軍事費を倍増してみたりとかね、で、片っぽでは韓国との関係をもうちょっと強硬に出たりとかね、まあ、林外務大臣も、なんか、 あれですハニートラップにかかったスパイなのかなと思ったら私も確認する電話をね林、えー、大,大臣の事務所の方に電話しましたけどもなんか全然強硬ですね今のところは、うん、ハニートラップにかかってんじゃないかなって萩生田大臣も言われてたんですけどねハニートラップにかかったけれどもだけども結局は日本人のために働いてくれる人なのかもしれませんハニートラップにかかったからといって全員がスパイになるわけではなくてね ハニートラップなんて関係あるか何でもかんでも洗いざらいめぐりやがれみたいな感じで男気を見せてくれる人も中にはいますんでね、はい、ちょっと話ずれましたけども今後ここを抜けて上の方に行くと思ってますその辺を1時間でお話しします1時間はこれですね一応ね行動の限界点はここら辺で迎えてレンジを描くような形になったんですけどもそこから一旦下に潜ってで今またレンジの同水準に戻ってきてくれたでしょ で私はねこの大きな下落のあとでここに一定のラインを見つけましたんでここを超えたら倍でいいと思うんですよ昨日もロスカットを食らいながら再エントリーして結局はあー利確をねしていってその後こういうふうに上昇していくっていうふうに踏んでますんで本格的に行くのはここを抜けてからですですんで137円の495あたりを,を超えてですね 少なくとも680に達した段階ではもう倍でエントリーするように戦略を立てることを考えてください。これがテクニカルの考え方です。ね。これでセルを選ぶってことはないですよ。うん。で、セルになったらその時はおとなしくロスカット食らってください。テクニカルなんで。テクニカルでトレードをするってことはロスカットをするってことも受け入れるわけですよ。あの、私の相場解説もそうですけども、 ロスカットがあるから大きな利益が生まれるわけなんですよ。言ってみればロスカットは経費とか仕入れみたいなもんです。ロスカットでいろいろ試せるんで大きくエントリー追撃ってのが生きてくるんですよ。でも資金が先に尽きちゃいけないんでデモトレードでやってくださいね。デモトレードでやるとお金の圧力に屈しなくて済むでしょ。でもお金を入れないとリアリティが湧かないって方はそれは0.01ロットとかでやっていけばいいわけですよ。ね。だから 稼ぐのは未来に、力分です。FX で勝つ資金を FX で稼ぎたいなんてことは考えない方がいいですよ。ね。FX で勝つ資金を FX で稼ぐこれはもうちょっと力が伴ってからだと思います。力がないうちは FX で資金がどちらかというとなくなるんですよ。 なくなるからこそデモをやったりとか、少額トレードでなくならないようにやって、なくなる前に力をつければいいわけでしょで、FX 辞める理由の大きなのが、資金が尽きるってことですから。ね、資金が尽きるぐらいの資金管理しかできないとか、実力がないんだったら、それは資金入れなければなくならないから退場せずに済むって話ですからね。はい。じゃあね、FX で辞めてしまう人の特徴をいくつかにまとめたシートを作りましたんで、後ほど 紹介したいと思います。これはですね、FX オリガルヒの方は、そのまま無料で差し上げます。あのー、ポータルサイトに掲載しますから。で、そうじゃない方に関しましては、有料の販売になりますので、そちらの方もお考えください。そんなに高くは売るつもりがありませんので、数千円にしようかと思います。それでは本日は以上です。また追加放送お待ちください。